25日 d n a 2 3、巨人、ハードオフ、新潟。巨人の阿部慎之助監督が試合後、不審が続く坂本勇人内野手を2軍で再調整させることを明かした。坂本が怪我や体調不良以外で1軍登録を抹消されるのは異例。坂本は今季、61試合に出場して打率2割3分4厘、4本塁打。16日の日本ハム戦。 エスコンフィールド北海道を最後にヒットが出ず、ここに試合は出番がなかった。阿部監督は、身も心も一回リフレッシュさせる。本人とも話し合った結果で、こちら側は決してネガティブに捉えていないと説明。最小格の時期については、本当は10日間で戻ってきてほしいけど、もう一回やり直していい状態でと語った。坂本は、リフレッシュとか言っている場合じゃない。 ちゃんと良くなるようにと状態を上げていくことを期した。